皆さん、こんにちは。本日は S. G. S. ジャパン、マイクロチップテクノロジージャパン共催。セキュアエレメントで切り開く、企画準拠の未来。のウェビナーを、にご視聴いただきまして、ありがとうございます。私、マイクロチップテクノロジージャパンの松山と申します。本日はですね。え、三つの、部に分けて、構成されておりまして。まず、第一部ですね。S. G. S. ジャパンの川崎様より。特に、この下の。 えー、欧州のサイバーレジリエンス法とまたその他の国際規格との関係性等についてまずご議論いただきますで第2部ですね弊社マイクロチップテクノロジージャパンの平岡より、えー、今度は、えー、i c 6 2 4 4 3ですね、えー、こちらを、えー、取り上げまして弊社のセキュリティデバイスである、えー、ECC608 というものがこの IEC6244 3に対してどのような、えー お役に立てるような機能があるかという点についてお話しさせていただきます。そしてその後に一旦三分間の休憩を挟みまして、別の部屋でパネルディスカッションおよび Q&A ディスカッションを行う予定で段取りしております。で二つお願いがございます。まずあの皆様ご質問ございましたら随時あのチャットボックスにお寄せください。最後に先ほど申し上げた第三部でその質問にお答えしてまいります。もう一つですね。 えと本日お見せする、えー、プレゼンテーションはですね、えー、チャットウィンドウにあのアンケートのリンクが入っておりますのでそのアンケートにお答えいただいた方向けに、えー、配送させていただきます、はい、では、えー、第1部、えー、川崎様のプレゼンテーションの方に移ってまいります川崎様よろしくお願いいたします セキュリティ要件対応に向けた関連企画の適用についてということで、ええ20分ぐらいですねご説明をさせていただきたいと思います。え今回ですねプレゼンをさせていただきます SGS ジャパンの川崎と申します。よろしくお願いします。SGS ではセキュリティフォーセーフティという SOS と弊社の中では呼んでるんですけども、まあ自動車産業機器を含めたですね安全に関わるセキュリティを 取り組みをしたいお客様向けのさまざまなサービスを提供させていただいております。で本日は松山様の方からご説明があったとおりですね。まあ E.U. の C.R.A. のセキュリティ要件に焦点を当ててですね。まあそれに関連するまあ金規格としてまあ E.N.O. の三ゼロ三の六四号の I.O.T. のセキュリティの企画それからですね。 IC の62443シリーズの4の1のセキュリティ製品開発ライフサイクルそれから4の2の機器メーカーのセキュリティ要件というこのですね3つの企画を中心にしながらですね EU の CRA に対してどう関連しているのかというところをですねご説明をしていきたいと思います。内容とししまてては下のにににあるアジェンダに従ってですね順番に ご説明をさせていいいたただきたいと思いますでまず初めに CRA の背景と目的ということで今日ですねご視聴の皆様方についてはある程度情報をお持ちかと思いますけども EU のサイバーレジデンス法案ということでですね EU の領域内で流通するデジタル製品の安全性それからサイバーセキュリティの対応が製造事業者に対して まあ責任がまあ明確になってきているとまいうことですのでまあ皆さんですねまあ日本国内においてもまあヨーロッパにですねえ製品を流通したいお客様にとってはですね今現状はですねまだ審議中というところでほぼですね最終のまあ詰めの段階になっていますのでまあ来月ぐらいですね多分公式に発表されるんじゃないかなと。 いうふうに思っておりますけども、そのスケジュールでするとですね。もし6月に発行されたらですね。ま、それから3。6ヶ月の間にま対応しなければならないとまいうことになりますので、あと3年ですね。3年のま猶予があるという状況になっています。まその3年の間でですね。ま、皆さんの方でまこの法案のですね。対応を求められてくるということになります。 特にですねまず最初のところで対象製品というところで一般的にデジタル製品というふうに言われてはいるんですけども単純なデジタル製品というわけではなくてですねやはりこちらに第2条に書かれているソフトウェアを含む他の製品やネットワークのデータ接続が想定されるデジタル製品ということで物理的に接続できるとかですね論理的に接続できる。 あとはですね通常は使わないんですけども間接的につながるような可能性があるとかですねあとはそのクラウドをですねをつながってまああの繊維としてまあ成り立つようなまあ遠隔データ処理ソリューションというふうに書かれていますけどもそういったようなものが今回の法案の対象になっています。それではですねまあ製造業者として まあどういう義務が発生しているかどうかというところについてですね、ま簡単にご紹介したいと思います。こちらに挙げているところがですね、まトピックとなるような内容になっております。まず一つ目のところがですね、詳細は付属書のパート1ンというところに書かれているんですけども、まセキュリティ特性要件に従った設計開発製造ですね。まその中で特に重要なのは サイバーセキュリティに伴ったリスクアセスメントですねどういったようなセキュリティのリスクがあるかどうかというところをしっかりアセスメントで分析した上でそれを技術文書と呼ばれるようなですねドキュメントにしっかり記載をしていくとあとは自分たちで作ってない第三者から提供されたコンポーネントについてもですね製造業者の責任範囲になるといったようなところですね。もう一つのところが まあパート2に書かれているまあ脆弱性の処理要件ということでまあリリースした後のですねまあとのセキュリティ上の問題があった場合に対してさまざまな対応の要件が定められているというところとあともろもろいろいろ後半の方に書かれていますけどもまあ最近話題になっている S ボムとまあいったようなですねまあ情報も作ることが要求されているといったような内容になっております。 まあ今回はですねこのパート1パート2にまあ書かれている内容についてもう少し細かくご説明したいいと思いますえまずパート1のセキュリティの要件についてはですねえ先ほどもご説明したようにまあリスクですねさまざまなセキュリティの対応をしていくっていってもですねやはりセキュリティのリスクに対してえまあどういうリスクがあるからえ対応するかどうかっていうところをですねまあしっかりプロセスに基づいて 分析をした上で,ですねこのカッコ2に書かれている A から M のですねさまざまなリスクに応じたセキュリティ対応が求められているとこちらに挙げられている A から M っていうのはあくまでも例ですねなので最低限こういうものが想定されるというふうになっていますけども該当しないものもあればですねこの中に不足なものも中にはあったりすると思いますのでその辺をですねしっかりリスクアセスメントした上で まあ A から M、まあプラスアルファのまあ部分を選択していくと、そういったようなことが求められております。で、もう一つですねリリースした後についてはですね、まあ脆弱性の対応ということで、何らかしらセキュリティ上のまあ問題点ですね、脆弱性と呼ばれるようなまあ不具合があった場合ですね、それに対してまあ対応することが求められている。 まあそこで重要なのは、まあ、S ボムと言われるようなですね、まあ、部品を作ることによって、えーまあ、特定しやすくしていくというところが求められているということですね。まあ、それに対して、えーまあ、脆弱性に対して、まあ、修正したものを出していくということで、まあ、アップデートと呼ばれるようなですね製品を適用していくということが求められております。でそううういったたよよななですね今ご説明したような まあ、パート1パート2に関わるようなそのセキュリティの要件に対してですね、まあ、具体的にどうしていけばいいのかというところについてはこのの法案の中ではは明確には書かれていません、まあ、今後ガイダンス文書と呼ばれるようなものが、まあ、発行されていく中で、まあ、明確にはなっていくかと思いますけども、まあ、3年間という限られている期間の中でですね、まあ、取り組みをしていくにあたって、まあ、皆さんの方に、まあ、今日お伝えしたいのはですね、まあ今ある様々な 関連企画をですね、うまく適用することによって、まあ事前の準備をすることができるかなと思っております。で、まあこの後ですね、その関連の企画の内容を、まあ簡単にご説明をしていきたいと思います。まず一つ目のところがですね、まあ E. N. の三ゼロ三の六四五と呼ばれるようなものになります。まあこちらに書いてある通りですね、まあ民生用の I. O. T. 機器に関するような。 ガイイドラインの文書になっています、えーまあ、最近ですね発表された UK のですね、まあ、PSTI と呼ばれるような、まあ、製品セキュリティの法案とかですね、えー、さまざまフィンランドドイツシンガポールの中でも IoT 製品に対してのラベリングのベースとなっているような企画ですねそれから最近発表された経済産業省のですね IoT のラベリングの制度の中でもですね非常に 関連が深いドキュメントとして紹介がされているということになります。で、今回のですね、まあ EU の CRN については、まあ民生系の IoT 機器とですね、それからまあ産業機器もですね、ひっくるめたまあ内容になっているので、まあどちらをですね、まあ取り組んでいけばいいのかっていうところについては、まあ皆さんが作られているものがですね、まあ BtoC に関わるようなまあ領域に。 ものなのなかコンシューマー向けのものなのかそれともですね B2B で使われるようなものなのかっていうことでですね弊社の方では民生系のものであれば EN30364 5ですねそれから産業系の方についてはこの後ご説明するですね IEC の62443というものが非常にですね関連企画としては近いかなというふうに考えております。 で、こちらの内容についてはですね。えー、ま、5.1から5.13のまあ項目に分かれていてですね。まあ、具体的に民生用の iot のまあサイバーセキュリティ対応としてまあどういうことをすればいいのかとまあいうことが書かれています。まあ、内容的に見ていただくとですね。まあ、先ほどあったその c r a のですね。ま part1、あのセキュリティの要件、事項に非常にまあ関連性が深いようなまあ項目もまあ中にはありますので。 まあこの辺もう一つがですね一方 B2B の,のですね産業系のものについてはやはりまあコンシューマー向けよりもですねやはり安全に関わるようなとか信頼性がですね非常に高いものになりますのでそれ以上のですねセキュリティ対応がやはり必要になってくるとまあそこで使えるのがこの IEC の62443と。 呼ばれるような企画になっております。まあいろいろですね内容は多いんですけども今回はその中でもですねまあ、CRA に関連が深い内容についてご説明をしていきたいと思います。まあ、これがあの全体像ということですね。まあパート1ン、パート2ー、パート3まあパート4とまいう感じで書かれていてですね。まあ、特に製品の開発にま関連するものについてはまあパート3とかパート4ですね。まあ、今回の CRA に 関連の深いところは特にパート4と呼ばれるようなところが関連が深い内容になっております。でまずですねパート4の1というところがまあ先ほど CRA のですね中にも書かれていたセキュアまな開発ですね設計製造まあ設計開発製造とまあいったようなところに非常に関連が深いものがこのパート4の1ということでですね まあ S.M から S.G までの項目に分かれていますけれども、まあ右の方にですね、まあ V.G モデルで書いてある通りに、まあライフサイクル全体にわたるようなですね項目が書かれております。でもう一つがですね、まあパート4の2というところですね。こちらの方は具体的にですね、まあ I.O.T 機器として必要なセキュリティの要求項目と。 ということで IC のではで IC-62443 はすね FR と呼ばれるような基本的要求事項ですね7つのカテゴリーに分かれた内容で詳細なですねセキュリティの要求事項が定められているとこちらの表に書かれている右側の方でですね具体的なセキュリティの脅威というものがあってこういう成りすましのですねリスクがある場合はこの FR1 のですね IAC とと呼ばれるようなまあ項目が必要とかですねえそういう感じでその右側にあるようにまあセキュリティのリスクに応じてですねまあどんなセキュリティ要求をまあ適用していけばいいのかというものが書かれております。弊社ではですねまあこちらに書かれているような62443それから先ほどあった家の303の645に対してですねえ具体的にまあどう CRA とまあ関連しているかどうかと。 まあいうところでですね。まあ公式なアナウンスはまだないんですけども、弊社の方でですね、まとめたものが次の内容になっております。まあ時間の関係上ですね、詳細にご説明することはまあできませんけども、まあ一応ですね、左側のところ、まあ行のところがまあ CRA のパートワンの項目、それからまあパートツーの項目、それに対して右の方に列として挙げているところがまあ IE の三千三の六四号の各 項目の内容ということですね、まあ、いろいろ丸をつけていますけども、まあ、関連が深いと思われるところがですね、えー、丸をつけております、まあ。これをざっと見ていただいても分かるとおりですねある程度 CRA の要求事項に対してですね、えー、家の303の645の項目が、まあ、マッピングできるんじゃないかなというふうに考えております。まあ、同じようににですね、えー、62443の方についても まあプロセスの要求事項である4の1とですねそれから正義に対してのセキュリティ要求事項である4の2をまとめるとですねまあこんな感じでマッピングされているというところがあるのでまあ関係しない項目はですねあまりなくてですね非常に広い範囲で出されているというところがあるので,ですねまあ CR の中で考えられているセキュリティリスクもですねある程度網羅的にカバーされているんじゃないかなと。 まあそれをですね網羅的にカバーされている要件に対してまあうまく適用していくにあたっては IA の303の645とかですねそれから i c の62443とまあいったようなですね今ある関連規格をうまく活用してですねまあ取り組んでいただければというふうに考えております。からのですね 説明の方は以上になります、まあ、質問事項とかですねこの後受け付けておりますので、まあ、今日の内容で、まあ、何かご質問事項があればですね是非どしどしご質問お待ちしておりますのでよろしくお願いします以上です。 皆さんこんにちは、えー。本日第2部セッションのプレゼンターを務めさせていただきます、マイクロチップテクノロジージャパンの平岡と申します。えー、本日は、えー、制御システムにおけるセキュリティガイドラインとして、えー、幅広く活用されている国際規格の IC の62443の4-2に触れながら、えー、マイクロチップ社セキュアエレメント ATCC を用いて これをどのようにサポートできるのかについて詳細に説明していきたいと思います。まず IC62443 の4-2この中で重要なキーワードとしてセキュリティレベルというものがありますのでこちらの説明をいたします。こちらに表示されているのは脅威のレベルを4段階に分けて示したものです。このレベルに合わせてどういった防御、 保護がが提供できるのののかというのを示したものがセキュリティレベルになります例えば、えー、セキュリティレベル1の場合ですと、えー、明確な意図のない、えー、違反であったりカジュアルな攻撃こういったものに対処できるものが要求されます。えー、一方でセキュリティレベル2の場合ですと、えー、明確な意図を持った、えー、単独もしくは少人数の、えー、初級ハッカーから シンプルな手段の攻撃こういったものに対して保護できるものというのを求められておりますこのようにそれぞれの脅威のレベルに合わせてどういった保護が必要なのかということを具体的に記載したものが IC62443 の4-2で定義されておりますこちらは IC62443 の3で定義されている えー、7つのの基本要件をまとめたものです、えー、先ほど SGS 様の方でプレゼンでもありましたけれどもこちらのそれぞれの要求というのは、えー、要求項目を大きく分類分けしたものでありそれぞれの要求項目に対して詳細な、えー、要求というものが CRRE として IC62443 の4 2で詳細に定義がされております。 またこのコンポーネントセキュリティに対しては4種類のコンポーネント種別が定義されており本日ご紹介する内容はその4つのうちの組み込みデバイスの要件に対して詳細に説明していきたいと思いますではそれぞれ IC62443 の4-2のセキュリティ要件について説明していきたいと思いますけれども えー、本日はちょっと時間の都合がありますので、えー、簡単に説明を進めさせていただきたいと思います。えー、ATCC608 を使ってこの i c 6 2 4 4三の4の2どのように対処できるのかを順を追って説明していきたいと思います。えー、IC6244-4-2 にに準拠したた製品を設計するにあたってですねプロダクトサプライヤーが踏むステップをこちらにまとめておりますステップ1では前提条件としまして IC62443 の4の1で定められているこちらの開発サイクル要件というものを満たす必要がございますこちらは4つの成熟度レベル というものに、えー、ランク分けされており、えー、レベルが高ければ高いほど多くの開発プロセス要件というのが求められます開発組織はこのマチュリティレベル成熟度レベルというものを顧客もしくは市場の求めるレベルというのを満たす形で形成する必要がありますステップ2では実際に IC6244-4-2 3ので定義されている 技術的な要件というのを満たしていきますがそこで出てくるのが先ほどご説明したセキュリティレベルといいうものを使いますまず目標とするセキュリティレベルというものを決めそれに対応したコンポーネント要件 CR であったり要件強化 RE であったりそういったものを1位に決定されますのでそれらを利用して実現可能な ソフトウェアないしハードウェアこういったものを市場から調達していただき最終的なシステムとしてそれらを適切に構成あるいは設定をしていただきますえマイクロチップス社はこの ATCC608 の機能と IC62443 で定められている CR と RE これの対応表というものをウェブで一般に公開しております ハードウェアの調達をする際にこのハードウェア機能と CRRE の対応を確認するのは大変面倒な作業になりますがこちらの表を見ていただくことで簡単に確認することができますでは実際にこの基本要件一つ一つ確認していきたいと思いますのの基本要件の1番目 識別および認証制御ではなりすましを防ぐためのセキュリティ要件が定義されておりますこの中で重要なものとして認証紙であったり公開鍵あるいは共通鍵で使用される鍵こういったものをハードウェアメカニズムを使ってこれを保護してくださいということがセキュリティレベル3の以降で要件として明確に定められております。 こ,ちらこれらに関してはマイクロチップ社 ATCC608 はジルハイ認定というものを受けており認証で使用される鍵を抜き取るさまざまな攻撃に対してハードウェアメカニズムによってこれを保護する対タンパー性能を持っておりますではこのジルハイについて詳細に説明してさせていただきたいと思いますがその前にハードウェアメカニズムによってどのように 鍵を保護するのかについて紹介いたします画面中央の写真をご覧いただきたいのですがこちらはマイクロチップ社のセキュリティデバイスを拡大したものになります迷路上の回路がチップ全体を覆っておりましてこれをアクティブシールドと呼んでおりますこれによってチップを破壊しマイクロプローブを使って中身を見る とといいうことを防いでおりますまたチップを破壊して鍵を抜き取るこういった攻撃以外にもサイドチャンネル攻撃と呼ばれるチップを破壊せずに周りの変化や環境から鍵の値を推測したりチップに対して異常を起こして鍵を推測するといった右下に表示されているようなさまざまな攻撃手法がありこれらに対しても対抗する性 設計がハードウェア的になされております。こういった多層防御を多層にわたる防御を構成し、強力なマルチレベル、ハードウェアセキュリティというものを実現しております。こちらのスライドはジルの説明資料になります。ジルとは情報セキュリティのための国際規格である。コモンクライテリアの作業部会であり、セキュリティデバイスの中に保存された。 鍵をを抜き出すすことがどれだけ困難かを数値化ししレーティングしたものになりますマイクロチップ社 ATCC はこの、えー、ハードウェアの、えー、サードパーティーの、えー、ラボにこのハードウェアを提供し鍵の抽出というのを実験させました、えー、専門家が、えー、一定の時間をかけさまざまな攻撃手法を試しながら鍵の抽出を 抜き取りというのを実験しましたけれども最終的に鍵の抜き取りというのができませんで、えー、鍵の、えー、セキュリティーデバイスにおける鍵の機密性が大変高いと評価されジルハイというものを達成しておりますこれは JIL、えー、の5つのレーティングの中で最高のレーティングを示しておりまして鍵の保護に関して軍事金融業界で求められる要求のレベルを満たしております。 では IC62443 の基本要件の説明を再開いたします。こちらはシステムの完全性に関するセキュリティ要件でシステム上重要なデータが改ざんされないようにするための要求事項になります。こちらで示しているものはブートセキュアブートあるいはセキュアアップデートこういったものを 実装すすることがセキュリティレベル2以降で求められておりますマイクロチップ社 ATECC608 はこのセキュアブートセキュアアップデートで使用される ECDSA の検証機能というものをハードウェア上に持っておりましてアップデートソフトウェアあるいはファームウェアが OEM の重正であるということを高速に検証することが可能です。 また ATCC608 にはセキュアブート機能というものがありましてブート時にファームウェアの認証が成功した時に初めて以降で使われる通信用の鍵というものを有効にすることが可能になります続きましてこちらは ROT ルート・ブ・トラストのおよびプロビジョニングに関するセキュリティ要求事項です えー、ROT とは、えー、システムの信頼の起点となるものでセキュリティシステムにおけるあセキュリティシステムで全てのセキュリティシステムはこの例えば暗号通信において使用される秘密鍵こういったものは、えー、通信データの、えー、機密性あるいは完全性に対してルート・オブ・トラストといえます。 そのためもし秘密鍵が漏えいしてしまった場合あらゆる人がそのデータを盗聴したりあるいは改ざんしたりする可能性がありますのでその使用されるコンポーネントに限らずそれを使用する全てのシステムにおいて信頼性に対しての脅威となりますそのためルート・オブ・トラストの確保 そしてプロビジョニングというものはシステムの完全性を維持するためには極めて大切な要素となります。こちらの最初の製品サプライヤーのルート・オブ・トラスト・プロビジョニングというものは製品サプライヤーが使用する鍵およびデータのが改ざんされないようにプロビジョニングを行って適切にこれを保護してくださいという要求事項でそれを機器が製造するタイミングで 行っておく必要がありますこれはセキュリティレベルに以降で必要になります次のアセットオーナーのルートオブトラストのプロビジョニングも同様にアセットオーナーがそれを利用するタイミングは製品が利用するタイミングになりますが同じ機能を製品に盛り込んでおく必要がセキュリティレベルに以降で求められておりますこちらの製品サプライヤーの 要件に関してはマイクロチップ社はプロビジョニングサービスというものを提供しておりこちらを利用していただくことでマイクロチップ社 ATCC608 のデバイスが製造するときにお客様の鍵や証明書こういったものをマイクロチップの工場でセキュアに書き込むことが可能になりますまたアセットオーナーのセキュリティ要件に関してはマイクロチップ社 ATC608 c は鍵を保管するスロットというものがあるのですがそれをエンドユーザーが個別に設定することが可能ですそして製品購入後アセットオーナーが管理するこういった鍵呼びデータを個別にプロビジョニングするということが可能になりますではマイクロチップ社が提供するプロビジョニングサービスによって行われるセキュアな工場プロビジョニングについて ご説明します組み込みシステムは使用投入に向けてこのセキュアなプロビジョニングというのは非常に大切な要素となります。一般的に秘密鍵であるとか秘密情報というのは特殊なエリアにセキュアに保管されてアクセスの制限がかかった状態で管理されています。しかしながらこのプロビジョニングのフェーズにおいてはその安全に管理されているエリアから 鍵や秘密情報を抜き出してさまざまな人の手に渡りながらセキュリティデバイスに一つずつその秘密情報を書き込んでいくという非常にセキュリティリスクの高い行為になりますそのためセキュリティの鍵が外部に流出しないようにさまざまなセキュリティの対策というものが必要になりますがマイクロチップ社はこういったセキュリティデバイスのに対して鍵を書き込む その工程に対しても、きちんとセキュリティの配慮を行っております。え右の写真をご覧いただきたいのですが、こちらはマイクロチップのセキュリティデバイスをする専用マシンになります。これはワールドクラスのハードウェアセキュリティモジュール、つまり HSM を利用しており、最先端のセキュアな設備内で施錠された状態で、 保管さされれてておおりり24時間365日カメラの監視下で運用がされておりますまたお客様がセキュリティデバイスを受け取った段階で鍵や証明書といったものは既に書き込まれた状態になっているためにお客様の製造現場では特別な機器や手順というのが不要になります。またこういった我々の鍵書き込み施設 こちらタイとフィリピンにあるのですがこちらに関してコモンクライテリアで定められているサイトセキュリティ監査こういったものを取得しているため公的にもこれがセキュリティに対策をしているということが証明されておりますではマイクロチップのプロビジョニングサービスによって行われる流れというものをこちらの図に示しております。 お客様から鍵や秘密情報を安全に受け取りマイクロチップ社の工場での中にある量産 HSM テスタープログラマーを経てセキュリティデバイスにこういった設定データを書き込むこういった行為を先ほど申し上げたような,セキュアな環境で行っておりますそしてお客様はわずかな費用負担で このサービスを利用することができます。では最後に IoT 機器の開発を例としてセキュリティ対策のベストプラクティスとマイクロチップス社 ATECC608 がサポートする内容を説明し本日のセッションを終わりたいと思います。セキュア・バイ・デザインということでシステムの 企画設計の段階からセキュリティ対策を講じてください。具体的にはセキュリティの知識は豊富でで信頼できるパーーートナーやベンダーを利用してください我々マイクロチップス社もそういったベンダーの一つであるというふうに自負しておりますし SGS 様も信頼していただけるパートナーであるというふうに考えておりますがここで お伝えしたい内容としましては製品開発におけるソフトウェアハードウェアサービスこういったものを提供するあらゆるパートナーを含むサプライヤーを選定する基準のお話になりますサプライヤー選定基準が曖昧である場合脆弱性をサプライチェーンの中に抱えるという可能性がありハッカーにとってそこが攻撃ポイントとなります次に 標準化された暗号規格を採用してください世の中にはさまざまな暗号アルゴリズムがありますが古い暗号アルゴリズムは容易に攻撃そして解読されてしまいますまた独自の暗号アルゴリズムをお勧めできません一般に公開され推奨された暗号アルゴリズムは多くの研究者によって日々セキュリティの強度や脆弱性について調べられており実績があります また IEC62443 の4-2で定義されているコンポーネントセキュリティに関してもこういったことを求められておりすべてのセキュリティレベルを通じてこういった対応が必要になります。マイクロチップ社 ATECC608 は NIST が定めた暗号標準の暗号アルゴリズムをハードウェアでサポートしておりまた NIST の CAVP に合格したデバイスになります。 次にデバイスごとに1位な秘密鍵を外部アクセスできない場所に保管してください秘密鍵のアクセスがソフトウェアによって調整可能である場合脆弱性をつかれ鍵に容易にアクセスできてしまう可能性がありますそのためハードウェア的に鍵を隔離する必要がありますマイクロチップ社 ATCC608 は鍵をセキュアに保管することができ プロビジョニングサービスを利用することによって鍵をライフサイクルやサプライチェーンを通して外部に流出させないようにすることができます次の4番と5番はこの鍵を使って実現する実装技術に関するもので4番は通信を鍵を使って暗号化するそして5番はファームウェアに対して鍵を使って署名をし ブブーーートトト時ににすすすするるるししななないいアップデートするしないを制御するものになりますこういった要素も IC62443 の4-2で使用することを推奨しておりマイクロチップ社の評価ボード上で利用する実装サンプルコードこちらを無償で提供しておりますもしこの機会にご興味があれば是非ご利用をご検討していただければと思います 本日のプレゼンテーションは以上となりますこの後3分間のコーヒーブレイクを経てまして Q&A セッションとパネルディスカッションこちらを進めたいと思いますまたこちらの QR コードにアクセスしていただきアンケートにご協力をお願いいたします本日はご清聴どうもありがとうございました はいお待たせいたしました、えー、ちょっと場面を切り替えましてこれからパネルディスカッションと Q&A のセッションに移ってまいりたいと思いますえまず最初に 2, つ2点最初にさせていただいたのと同じお願いをいたしますあの1つは、えー、Q&A 私ちょっと先ほどチャットボックスと申し上げましたがご質問は Q&A ボックスにお願いいたしますあのパネルディスカッションの間も随時お寄せいただいたものに対してえっ、ー、と答えられる範囲で回答していきたいと思います またもう一つですねアンケートですねこちらはチャットボックスにあのリンクを入れておりますのでそちらの方にご回答いただけますと本日の投影資料ですね SGS さんとマイクロチップのもの両方合わせたものをご提供いたしますはいではですねあのパネルディスカッションのトピック我々の方でまああの考えておりますものは今回まあサイバーレジジンスアクトについてえと両者 の観点でで語らせていただいたただんですが実際我々が我々のお客様と接する中で実際このサイバーレディデンスアクトというものがお客様の行動というかですね注意とかですねどういったところに影響を与えているのかというところについてそれぞれお話を伺っていきたいと思います。では まず最初に川崎様実際、御社の方で今、川崎様がお客様と会話される中で実際、このサイバーレジェンドアクトの発行がまあ近くなってくるということであのお客様の方の行動に何かちょっと変化が見られるですとか逆にまた、御社の方でこういったまあサポートの体制を用意されてるみたいなそういったところについてコメントをいただけますでしょうかあ。ありがとうございますあの、まあ、先ほどあの 前半の説明したとおり3年間の猶予があるっていう中で義務が発生するのは3年後ということになりますけどもそれまでのところでですねお客様にとっては製品の開発のスケジュールに合わせて対応が必要になってくると既存の製品に対して CRA の対応をしていくのか新たに新しいですね CRA 対応の製品を作っていくのかどうかと。 と,いうところがあるのでまずはですねその、まあ、ヨーロッパに対してのビジネスとして、まあ、どういう製品を出していくのかっていう、まあ、そ,このそちらのタイミングに対してその CRA の対応が必要かどうかというところはですねやはりビジネス戦略に基づいた対応を取っていただくのが必要かなと思います。まままずははですねやはり、まあ、今日もも簡単にししかご説明していませんけども まあどのようなですね CRA の要求事項があるのかっていうところをですねまずはまあしっかり理解をしていただいてまあ今日はあまりご説明できませんでしたけどもまあ関連する企画の内容とかもですねまずはあのしっかり情報収集とかですねえ内容を調べていただいた上でまあ今自分たちがやっているまあ開発の進め方とかまあ開発プロセスとかあとは製品のリスクセキュリティリスクに対してのまあ現状を把握すると。 えー、いうところがですね。非常に重要になるかなと思います。まあ、その中でまあ、優先度を決めながら、えー、やっていただければと思っております。まあ、弊社の中ではですね。そういったようなお客様向けにまあ、セミナーとかトレーニングのコース、それからですね。まあ、今あるまギャップ分析。まあ、今あるプロセスに対してまあ、どういうところがですね。cra に対してまあ課題があるのかとま言、あ、ったような。ギャップ分析の方からですね。まあ、ギャップを埋めるための。 まあ、プロセス構築支援それから CRA の対応の、まあ、製品のサポートと、まあ、いったようなところをですね一通りあり初めから終わりぐらいまでですねサポートさせていただいていますので是非、まあ、ご,ご興味があればですね、まあ、アンケートにぜひ書いていいいいてただければとと思まますすはい、川崎様ありがとうございますちょっとここであの、まあ、今の川崎様の回答に関連するご質問を頂い,いてますのでせっかくですのでちょっと一つ読ませていただきます。 えー、製品に対するインシデントの報告義務について質問します。二十一ヶ月後から始まる報告義務は既存製品も対象になるのでしょうか。また製品の報告義務はいつまでに対応しないといけないのでしょうかということに関してなんですけど、えー、これ川崎様先ほどまあ既存製品も対象になると。そうですね。あの今回の実際の CRA の製品の適用の対象が。 まあ36ヶ月ということで立っている中でなぜ報告義務だけがまあ早くあるのかまあ21ヶ月後っていうふうに法規の,の中では定められているのはです当然お客様が今使われている製品に対してやはりセキュリティのリスクが発生していると何かサイバー攻撃を受けてですねおかしなことになったとかまあ怪我をしたとかですね情報が外に漏れてしまったとか。 まあそういうですねえまあセキュリティの問題に対しては早く対応してですねでに放棄は適用されている中でまあ義務が発生するのは遅くなっていますけどもまあできればですね多分法案を作ってる立場からするとですねえ問題点に対して製造業者がしっかり問題を意識した上でですね使うのをやめてくださいっていうアプローチを取るのか サイバーレジデンス法案に適用した製品のリリースをするのでそれに乗り換えてくださいといったようなところはですね早い段階から対応することが要求されているんじゃないかなということで報告義務の方が早く出てくるとなので早く出てくるのでですねやはりその報告の体制ですねまあ企画の細かい内容を見ていただくと第一報は24時間以内に報告をするとかですね それからある程度状況が分かったものだと72時間とかですね時間の制約事項も書かれていますのでやはり今現状皆さんの方で作られているような品質問題に対してのサポート部門とかのその CRA の対応の立ち上げっていうところがですね非常に重要になってくるのかなとお客さんの方からですねやはり24時間以内に対応するにあたっては時差があるけどその辺はどうすればいいんですかと。 例えば土曜日に連絡が来た時に休みなので対応できませんけどもどうすればいいですかとい、まあ、ったようなご質問があったりするんですけども、まあ、いつ休もうがですねそんなのは知ったことじゃないということですのでやはりヨーロッパの拠点に対してですねやはり早くできるような体制の構築っていうのがですね多分時差がある関係の中で、まあ、日本だけでそういったようなです、ねまあ、問い合わせの対応していくのはやっぱり無理があるのかなと。 なので、まあ、ヨーロッパのです、ねまあ、拠点も含めたその報告義務への対応というところはです、ね、早い段階から取り組んでいただく必要があるかなと思っていますはい、ありがとうございます。 えちょっと続々とですね質問を今頂い,いてましてやはり CRA と他の何かしらのまあ企画ですとか指令だとかいろいろ皆さん書いていただいてますけどもちょっとこちらについてはあの結構いっぱい来てますのでっでとでまた川崎様に伺いたいと思います。ではえとマイクロチップ平岡さんえと我々半導体サプライヤーとしてえ実際お客様から CRA というものが迫ってきている中で あのお客様がまあ課題に感じられていることなんかどういったことをあの声耳にしますかね。はい、えっ、ー、とライフサイクルマネジメントというのは大きな課題であるというふうに考えています。CRA のまあ要求の中にライフサイクルの全体にわたってですね、サイバーセキュリティ対策を施してくださいということがあの言われております。その目的はですね、ライフサイクルの全体にわたって 脆弱性を常に限りなく低い状態に維持するということにあるというふうに考えていますしサプライヤーもそ,れをその影響を受けるというふうに考えています。で脆弱性対策としてまあすぐに思いつくのは製品を出荷した後にえセキュリティ対策のためのファームウェアをアップデートするということをあの考えられると思いますけれどもデバイスの中の中の秘密会とかですね証明書といった 重要な情報をセキュアにプロビジョニングしてライフサイクルを全体にわたってそれを適切に管理運用するということも製品セキュリティのライフサイクル管理上大変重要な要素であるというふうに考えています。で CRA の付属書にあるセキュリティ特性要件こういった中にですねそのリスクアセスメントというのを適切に行ってください。そのアセスメント結果に基づいて 守るべき資産というものに対して重要度や優先度付けを行いながら設計以降のフェーズでですねそれを適切に管理運用してくださいというようなことが求められていますで、我々はその守るべき資産というものの中にですね先ほど申し上げたような鍵や秘密情報と証明書といったまルートオブトラストになる情報ですねこういったものが含まれるというふうに考えておりますので やはりこれもライイフサイクルを通じて適切に管理されれなななければならいないととうことがありますただその一方ですねあの開発者にとってはこれを実際に適用するということになると開発の負荷が大変なことになるとでそ,のそれによって開発のスケジュールが遅れたり、えー、製品がなかなかマーケットにタイム,タイムリーに投入できないそれによって機械損失につながってしまうという可能性がありますので。 そういういいとところが課題になるかなか思っていますで最近のそういった課題を受けましてですね我々あのマイクロチップ社はレイトステージプロビジョニングというものに対応した ATCC のトラストマネージャーとこういったあの新製品をあの先月発表させていただいておりますでこのレイトステージプロビジョニングというのは別名インフィールドプロビジョニングといいまして 製品を出荷してお客様がその製品を購入して最初に接続する時にですねフィールド上で鍵や証明書のデータをデバイスにダウンロードしてセキュアにプロビジョニングをするとこういったことを可能にする技術になります。でもちろんですねセキュリティデバイス単独でこの仕組みを完成させるというのは不可能でしてクラウドサービスであったり デバイス側の,その認証あるいはプロビジョニングにハンドリングを行うような仕組みこういったものが必要になりますこの部分に関してはですねスイスに本社を置くセキュリティのリーディングカンパニーであるそして実績も豊富なクデルスキー社こちらとパートナーシップを結んでおりまして協力してこれを実現しておりますこれによってかねてより課題であったライフサイクルを通じてですね 効率的でセキュアな鍵の管理であるとかデバイスの管理こういったものを可能になるというふうに考えていますでまとめますとですね ATCC 六マル八トラストマネージャーという製品そしてグデルスキーをベースとした鍵管理のクラウドサービスこれらを連携させることによってレイトステージプロビジョニングというものを実現することができまして。 きめ細やかなライフサイクル管理というのも実現できますで、その結果として、えー、開発製造プロセスが合理化できます最終的には開発者はアプリケーション開発これらに、えー、より集中することができるそういった環境と時間というのを手に入れられることができるのではないかと思っておりますはいありがとうございます、えー、まあ私の方からもちょっとコメントを追加させていただきますと あの先ほど平岡のスライドの中でアセットオーナーのルート・ボトラストプロビジョニングというのがありましたがまさにあの空いたところに先ほど平岡がご紹介さしあげたトラストマネージャーのサービスというのは生きてくるのではないかなと例えばコンポーネントサプライヤー様で出荷後にあのアセットオーナー様の工場にインストール時にセキュアにあのルート・ボトラストをインストールいただくといった用途にお使いいただけるかなと思っております。でではですね えー、質問多く頂い,いておりますがやはり先ほど申し上げたとおりですね CRA とその他の放棄等に関わるお話が非常に多く質問頂い,いておりますがその中でまあえっ、ー、とちょっとこれを、えー、見ましょうかね、えー、もう少し質問上の方に送っていただけますでしょうか逆ですねはい。 えとまあいろいろな、まあ、標準規格が乱立している中で、まあ、CRA と何々 CRA と、えー、ここは RED とか AI4 とか NIS2、えーまあ、こういったものを、えー、と見たいく中でですねあの何かこれ一つ見ておけばいろんなものを、まあ、スーパーセットのように包含しているみたいな。 考え方ができないかというのがまあ多分皆さんのえっとお考えなのかなと思うんですがこの辺川崎様いかかがでしょうかねそうですまあよく言われるんですけどもその、まあ、今日ご説明したようなですね、まあ、ENO の3003645っていうところはその民生系の IoT 機器なのであくまでも、まあ、今回あの参加されてる方々のところで,です、ね、あくまでも作っている製品がコンシューマー向けだと。 まあいうところでであればです、ねまあ、家の3003の645っていうところについては、まあ、いろんな国でのですね、まあ、ベースとなるようなガイドラインになっているので、まあ、それだけやればいいかなと思いますけどもその、まあ、リスクが高いとかです、ね、安全に関わるようなものについては、まあ、自動車関連のところとか産業機器とか医療機器とかですねさまざ、あ、まな方向 まあ、あのガイドラインというのが出てきているので、まあ、どれをやればいいかっていうところに、まあ、なるんですけどもやはり厳しいのはですね、まあ、IC の62443っていうところがですね、まあ、産業危機に関わるような、まあ、全てのところがあるので、まあ、一番厳しい。 ルルーににななっってているのかなと思います、まあ、お客さんによってはです、ね、二分化されていてです、ねまあ、いろんな会社に適用したいので、まあ、最大公約数最小公倍数、まあ、その辺のところで,です、ねまあ、共通的なものだけ必要最小限なものだけ、まあ、やっておきたいというところもあればです、ねまあ、今後中国東南アジアさまざ、あ、まな国に対してどんなものが出てくるのか分からないのである程度厳しめに作っておきたいという。 まあ2分がある中でやははりお勧めしたいのはですねやっぱり厳しめの62443の4の1ですねがまあプロセスのベースになりますのでまあ医療機器とかですね自動車とかでも参考にしているぐらいのものがあるのでまあそちらをベースにしてですねまあどういうところにまずはギャップがあるのかっていうところをまあしっかり捉えていただいた上でまあいろいろ各国のまあ法規とかの内容を睨みながらですね まあ優先度を決めながらある程度自分たちの会社としてまあどこまでやるかどうかとまあいうところをですね押さえていただくのがいいかなと思います。なので今できるところについてはですねまあ EN の30 303の645とか6243とかまあいろいろなさまざまなものがあったりしますのでまずはですねそういったようなさまざまな関連企画に対してどういうところにギャップがあるのかっていうですねその課題を押さえていただいた上でまあどこ 優先度をつけてですねどこまで今回やるのか EU 向けの製品であれば最低限 CRA のかぶってるところだけやればいいとかですねそういう感じで決めていただければいいかなと思ってますありがとうございます、えー、残り時間がですね2分になってまいりましたがあのまあ、質問お答えできる範囲でちょっと時間を過ぎてしまうかもしれませんがあのお付き合いいただける方はよろしくお願いいたします えとではもう少しちょっと毛色の違った、えー、と弊社のデバイスにまつわる質問を頂い,いておりますのでちょっとそちらを平岡さんの方にお願いしたいと思うんですが、えー、とマイクロチップ社以外のマイコンと ATECC608 というのを組み合わせて使うことは可能でしょうかといった質問を頂い,いておりますが平岡さんいかがでしょうかはいえー、ともちろんですね、えー、答えはイエスとなりましてマイクロチップ社以外のものと ATCC608 接続して動作するということは可能ですただあの我々はですね評価ボード我々の評価ボードで動作するサンプル実装サンプルというのを多く取り揃えておりますそれであのまずは評価していただいて最終的に他社のマイコン使うかどうかという評価の一生にできるのかなと思いますはい,はいありがとうございます そうです、ね、最後1だけですすねね最後だけこれまた川崎様向けかなと思いますが、えーっとまあ、現状もう川崎様もすでに会話をされているお客様もいらっしゃると思うんですが今回セミナーでですね、えー、っとこれからまあ動きを取ろうかというお客様もいらっしゃるかと思うんですがあのそういったお客様に向けてですね今からまあこの CRA に向けた動きを始めた時に例えば3年後までにまあ対策を を完了して製品投入といったものに結びつける時間軸としては現実的なものなのかというご不安のような質問をいただいているんですがそこについいてはかかがでしょうまずはその準備というところがあるのでまずは製品開発をする前までにですねやはり石油場デザインというお話もマイクロチップさんの方でもあった通りですりまずはプロセスを作っていくというところが重要になります。 なのでおすすめしているのはそのターゲット製品に対しての開発のスケジュールをですねしっかり睨んだ上でそのスケジュールのプロセス製品のプロジェクトが開始するまでにプロジェクトあのプロセスの構築を終わらせるというところですね。で CRA の対応についてはま,あまだ実績はないですけども i c の62443の4の1とかですね それから自動車の ISO の2143とか、まあ、医療のですね81001とかまあそういうプロセスに関わるような支援の経験から,からするとですね、まあ、プロセスの構築の方については弊社の方だと大体マックスでも1年ぐらいですね、えー、見ておいていただければ、えー、まあセミナーとかトレーニングを受けていただいて まずは勉強してていいただいてですねその後とにギャップを理解していただいた上でギャップに対してプロセスを構築してですねその辺で構築されているプロセスが十分ですね今回ターゲットとされるような企画とか法規に対して十分かどうかというところをジャッジしながら進めていってですね大体1年ぐらいあればですね準備できますのでその辺のところをですねちょっと目安にしていただいた上で そのまあ、開発スケジュールに合わせるためには、まあ、1年以上ぐらい前ぐらいにですね始めていただければなんとか間に合うかなと思っておりますはいありがとうございます。あの実際我々マイクロチップでもですねお客様と会話させていただく中であの、まあ、新製品の開発についてはもちろん、まあ、開発プロセスにのっとってないといけないということで結構前もって準備されることがあるんですが先ほどのご質問にもありましたとおり 既存の製品というのも、まあ、2027年をまたいで販売されたい場合にはあの何かしらのまあ対策エビデンスといった検討が必要になってくるということで、あのー、新製品の対策よりもまずは既存のものをまずビジネスを継続させるということを重視してそちらを優先して作業を進められたりというお客様も実際にいらっしゃいます。はい ちょっと時間過ぎてしまいましたのでちょっと残っている質問につきましてはですね別途これあのご質問いただいた方宛てに、えー、個別で回答させていただければと思います。で、えー、本日ですね、えー、プレゼン以上となりまして、えー、最後アンケート繰り返しになりますがアンケートのご協力をよろしくお願いいたします。でアンケートの協力いただいた方向けに、えー、投影資料あの共有さしあげますのでよろしくお願いいたします。はい ではちょっと時間過ぎてしまって申し訳ございません。あの以上にて本日ですね SGS ジャパンマイクロチップテクノロジージャパン共済の、えー、セキュアエレメントで切り開く企画準拠の時代と題しましたが、えー、終了とさせていただきます。どうもご視聴ありがとうございました川崎様ありがとうございました。ありがとうございました。